後春祭りは毎年3月の第4土曜日と翌日の日曜日にかけて広島県三原市西崎町の地で行われる祭り別名浜の祭り西崎町の地は古来より漁業で栄えた町でありこの祭りは豊漁を願って行われてきた原則海岸に接する地区の住民によって取り行われてきたが近年は人口の減少によって 町内全域から参加者を募っている。この祭りの特徴の一つとして、みこしの上に布団を飾った布団団りが挙げられる。団りには、化粧をして着飾った子供が乗り込み、若者がそれを肩に担いで町内をか歩する。なお、着飾った子供たちは、神道と呼ばれ、祭りの期間中は地面に足をつけることを禁じられる。常磐神社の神が争い事を好むことに由来し、 喧嘩と呼ばれる、断じり同士のぶつかり合いも行われる。断じりを使うようになったのは、天保から明治にかけての頃だと伝えられる。この行事は1995年に、後春祭の布団断じりという名称で、広島県の無形民族文化財に指定された。また、獅子太鼓と呼ばれる太鼓が、町内3カ所の神社にて奉納される。これには38手の打ち手があり、平和と、 五国法上、大量を祈願して行われる。チャンギリアフェ、さらにはその名の通り姉妹の演技も加わる。この町独特の太鼓である。1974年に、三原市の無形文化財に指定され、伝承活動も行われている。ありがとうございます。